聖書を読みいたします。ヘブル人への手紙第11章23節から31節、新約聖書の355ページです。この聖書の箇所からリーダーとフォロワーと題して丸山義弘牧師に説教していただきます。では聖書を読みいたします。信仰によってモーセの生まれた時、両親は3ヶ月の間彼を隠した。それは彼らが子供の麗しいのを見たからである。彼らはまた王の命令をも恐れなかった。信仰によってモーセは成人した時、ファロの娘の子と言われることを拒み、罪の儚い陥落にふけるよりはむしろ神の民と共に虐待されることを選び、キリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る富と考えた。それは彼が報いを望み見ていたからである。信仰によって彼は王の憤りをも恐れずエジプトを立ち去った。彼は見えない方を見ているようにして忍び通した。信仰によって滅ぼす者が長子らに手を下すことのないように、彼は杉越を行い血を塗った。信仰によって人々は紅海を乾いた土地を通るように渡ったが、同じことを企てたエジプト人は溺れ死んだ。信仰によってエリコの城壁は7日にわたって回ったために崩れ落ちた。信仰によって遊女ラハブは探りに来た者たちを穏やかに迎えたので、不従順な者どもと一緒に滅びることはなかった。おはようございます。最初に申し上げておきますけれども、私ちょっと今目の治療をしておりましてですね、それでちょっとこっちの目の方が、左目の方がなんかぐちゃぐちゃではないんですけれども、うるうるとなっております。昨日まではねちょっと真っ赤に腫れ上がってまして、で今日は大丈夫なんですけれども、まあちょっとそんなところで、でお医者さんの薬を塗りましてね、スーッとやっぱね痛みが引くのよ。それで、じゃあこのお医者さんの言うことはもう聞いといた方がいいなっていうふうにね、ほら効果がすぐ分かるから、もうそれはもうすぐね、従う、もうそれはフォロワーになると、まあ、そういうわけですね。まあその分からない時ってのはありますね。自分、これでいいのってこういうふうにね思う時ってのは、じゃあその人の言うことをどういうふうに従っていったらいいのかというふうなことなんですが、皆さんの週報の毎週の霊奏をお書きになっているのは田中信夫先生、まあ、時々他の牧師も書いたりすることがあるようですが、その原稿が上がってくるんですよ。そうするとね、その何かの方々で構成します。誤字脱字がないかとかね、不適切表現、ほら差別用語とか、そういうふうなのをねみんなチェックするわけです。で、そしてこう皆さんがにお読みいただけるように、そういうふうにして印刷をしているわけで、私もそのうちの一人ちょっと加えさせてもらいましてですね、あんたも見なさいというふうなことでさせていただいてるんですが、まあ皆さんね、最初の原稿はねわからないんですよ。これが何言ってんだろうと私にとりましてはね、だいたい10本ありますとね、皆さんねディスってるわけでないからね、今の言葉で言うとね、そういうことじゃないのよ。10本ありますとね、スッてわかるのはね、1個これはわかる。で残り9つのうちのね8つはね謎解きなんだね。なんでこんなことがと、こういうふうに、そういうふうにこう私にとって思えるわけです。でね、なんでかっていうのをいろいろ考えたんですけども、まあ私はね地べたを這い回るアリさんタイプなのね。田中先生はね鳥なんだね、わしと言いますかね、悠々とこう上からこう見ていると。で私はこう地べただから、だからそのちょうどその平面の一直線上にここから始まってこうですよ、結論ですよってなると、あスーッとこう見えるわけよ、ね、だこれが10本のうちの1本。ところがその地面まっすぐじゃない、平らじゃないですから、山あり谷ありでしょ、それから道もこう入り組んでますでしょ。もうそうするともう途端にもうありの私は分かんなくなるわけ。それでもう、だからなら、ああそうかってこういうふうに分かるんですよね。でその最後の一つはね、
もうどうやったって分かんないだからもうこれはもう他のお分かりになる方々にどうぞ、私は全然はもう力及びませんのでというふうなことでこうお預けをするということなんですね。でこのね、何を言いたいかっていうふうに言いますと、まあ私を基準にして例えば薬の効き目があったからまあこういうこと聞こうとかね、で私自分ってものを基準にして分からないからダメだっていうふうなことではないということですよ。分からないことでも、自分にとっては分からないことでも真理っていうふうなことは世の中にもね、もうそれこそたくさんあります。まあ例えばアインシュタインの相対性理論なんていうのは、まあ発表当時はね、これ本当に理解できる人は5人くらいしかいないというふうに言われていまして、まあだってね、時間空間が伸び縮みするとかね、タイムマシンだとかこんなこと言われてもちょっとや外では分からないことなんですけれども、でもそれが正しいっていうふうにそういう受け入れてやるので、ですから皆さんスマホのほらマップね、カーナビとかそういうものは全部その相対性理論が正しいとして、で今皆さんピチきちっとそういうふうにお使いになれるっていうわけですね。それからもう今やもう量子力学っていうのがもうこれが当たり前になってきました。もう全然もうわけのわからないそういうふうな世界だってね、コンピューター、ほらスーパーコンピューターって言われるものがありますけれども、この次の世代がこの量子コンピューターっていうふうなやつでね、でこれはスーパーコンピューターが数万年かかってやっと答え出せるっていうものが、この量子コンピューターだともうね、もう 2,3 時間のぐらいのうちファッとその計算結果を出せるっていうくらいの、そういうふうなものですから、10年後皆さんそういうの使ってるかもしれませんよ、パソコンね。だって今だって、手順を踏めば皆さん量子コンピューターも実用化されてますから、皆さんもお使いになることはできるわけなんです。そうするとね、0か1かしかないっていうふうなことで発展してきたコンピューターのこういう世界なんですが、0か1しかないのよ、電流のオンかオフ。でも量子力学っていうのは0も1も同時に存在するっていう、そういう量子もつれっていうふうな、まあだいたい喋ってる本人が分かんないから聞いてる皆さんさっぱり分からないということなんだけども、何言いたいかっていうとね、つまりその右か左かの世界ではなくて、右も左も同時に存在するっていう、でここで間を置きましたけれども、でそれが正しいんだっていうふうに受け入れて、それから理解しなさいっていうのが物理学の最先端の常識なのよ。だから皆さん MRI 受けられるわけで、これはね、キリスト教の伝道者が昔から言ってたことですよ。皆さん、ね、神様を理解するのではなくて、信じて受け止めて、それから神様という方が分かりますから、まず信じ受け入れること、イエスキリストを信じ受け入れましょうっていうふうに伝道集会では何十年何百年も前から言われてきたことなんです、ね、それが今やね、21世紀は物理学の最先端だからね、そういう常識になっていると、まあ、そういうふうなわけなんです。ですから分からなくても従えるのは自分以上のに見える方がいるので、その方を信頼して従っていくっていうふうなのが、まあ、これがリーダー、先が見えるリーダー、それに対してそれに従っていくフォロワーっていうふうなもののあり方と、まあ、そういうふうなことなんですね。まあ、そうやって皆さんね、リーダーとフォロワーという今日はそのタイトルなんですけれども、ヘブル人への手紙の中から、困難な時代、苦難の時代、耐え忍んで忍耐をしなければならない、そういう時代のリーダーとフォロワー、これが今日の聖書箇所のところ出てきますので、皆さんとご一緒にどのように生きることが、これが神の御心なのかというふうなことをご一緒に学んでいきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、感謝をいたします。今お一人お一人が御言葉に耳を傾け、聖書を通してあなたからの命の御言葉をいただこうとしております。どうぞその心を助け、聖霊によって御言葉を理解することができますように力を与えてください。またたとえ今日理解することができなくても、
しかしこの神の言葉は真理であると受け止めて、そして実際に行動し、その豊かな祝福を得ることができますように導いてください。病やさまざまな事情で今日ここに集えない方々、またインターネット DVD 等を通してこのメッセージに触れるお一人お一人の上に神様の働きが豊かにありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。さあ今日のところですけれども、ヘブル人への手紙はここで繰り返し言っておりますけれども、大変難しいところでありました。まあその苦労してね、いろんな偽りの教えや迫害等がありまして、いやダメだダメだ、もうね教会に来てクリスチャン生活やっていたらこれは大変だと、もうこんな生活じゃなくてまた元の前の生活の方にね戻ろうと、ね、そういうふうな人たちを引き止めるため、いやいやそんなことないよと、もうこのもうこれが真理で、もうこれがもう最高なんですよというふうなことで書かれたのがヘブル人への手紙というわけです。そして11章のところでは、今しばらく忍耐が必要なんだっていうふうにそれはおっしゃいますけれどもと、ね、一体いつまで我慢すればいいんですかと、このマスク一体いつまで続けていればいいんですか、皆さん思いませんか。僕ね大谷翔平のホームランね、あの見るとね、もうあの観客誰もマスクつけてないよね、そしてあーなんて叫んでますよね。もう本当日本もいつまでってこういうふうにこの思いますけれども、まあそういうふうなことですよ。いつまで耐えられるの、耐えた人いるんですかというふうな問いに対して、いやいますよと、ほらほらあなたが知っているこういうふうな人たちですよというふうなことで、ヘブル人への手紙の11章というのはその信仰者のリストというふうなことが書かれてあります。で名前がいっぱい書いてあります。今日はモーセの両親、モーセ、ヨシュア、ラハブってこう出てくるんです。で皆さんね、そういうふうに言われても全然ふーんっていうふうにしか思わないわけです。でもユダヤ人にとりましてはもうそれは子供の頃から聞かされていた有名な人たちなので、もう全部名前聞いただけでそのストーリーがパーッと頭にこうスーッとってタッ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 と次に進んでいけるんですが、日本人はそうはいかないですね。でも日本人はね、桃太郎、金太郎、浦島太郎、かぐや姫、乙姫、もう何のコマーシャルか分かりますね。ね、もう僕昨日からなかなか繋がらなくて困ってんですよ。ね、それで、まあ、そういうふうなことで、スパーッとこうもう全然説明いらないというわけ。それと同じ、ね、今日出てくるところはそういうふうなところなんです。で、荒野の40年というふうなのがありまして、出エジプトをした後一気にカナンの地、ま、約束の地まで行けたはずだけれども、イスラエルの民は神様に従うことができなかったので、荒野の40年間訓練の時を過ごします。そして全く新しく生まれ変わった民として約束の地、今のイスラエルのカナンの地に入るんですね。でその荒野の40年の前後のあたりの歴史上の人物というのが今日のこのところなんですね。で最初にモーセの両親というふうなのが出てきます。でそのもともとね、創世記の方からずっと読んでいきますと、ヨセフが総理大臣になってイスラエルの民がエジプトで増えたわけですよ。でヨセフはその飢饉からエジプトを救った功労者ですから、イスラエルの民族ヘブル人たちもこれももう当然その土地に住んでいて何の問題もなかったんです。ところが王様が変わるので、どういうふうに変わるかというと、ね、民族が全く変わっちゃうんだね。まあ、その侵攻されてね、それで違う民族の新政権ってこういうふうになるわけです。まあそういうふうになりますと、その王様にとってみればイスラエルの民は外国人ですから、ですからその外国人が増え広がっていくっていうふうなのは脅威なんです。それで奴隷にしてしまえというふうなことで抑圧、虐待というふうなことをしていったわけです。でその中で男の子は殺せというパロの命令が出てます。皆さんのレジュメのところを見ていただきますと、1番の A のところにモーセの両親というふうにありますが、ヘブル人に男の子が生まれたならば皆ナイル川に投げ込めという出エジプト記1章の22節の御言葉、まあ、こういう命令が出たわけですね。でもね、両親はそのモーセが生まれたわけですけれども、もうとてもとても我が子を殺すなんていうようなことはできない、なんとかこうか育てたんですが、もう3ヶ月が限界ですよね。もう泣き声がね
もう外に漏れますから。それでそこにあるイラストのようにナイル川の茂みに足の、ね、箱足で作った箱をその中にモーセを入れてずっとこう流していくわけです。そうするとその先になんと、パロの娘エジプトのパロの娘がいてそれを発見すると、ね、それで開けたらあらかわいいというふうなことで赤ちゃん、ね、まあ、そのワンちゃんとか、ね、猫ちゃんだったらペットにして、ね、飼いましょうっていう、でも人間の赤ちゃんですかそうはいかないというところで、聖書を読みますとうまい具合にモーセのお姉さんのミリアムがそこに来て、お乳をあげる乳母がいることを知っております。まあ、これ多分考えてやったんだろうね、そういうふうにね。それで、じゃあ連れてきなさいというふうなことで、なんとモーセの実のお母さんヨケベテっていうふうな名前ですけども、そう彼女が、ね、呼ばれてきて、なんとそのね、殺されるはずのその赤ちゃんが実のお母さんに育てられる。まあこういうふうなことが有名なお話があるわけです。で、このモーセの両親は、フォロワーの方ですね、従う方、神王に従うよりも神の言葉、神を恐れてそちらの方に従うというふうなことをした選択したというふうな、そういうふうな例なんですね。で2人目はモーセですね、その子供のモーセですけれども、表紙のところのヘブル11章の24節から25節のところをお読みいたします。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘のことを言われることを拒み、罪の儚い歓喜にふけるよりはむしろ神の民と共に虐待されることを選びというふうにあります、ね。パロの娘はモーセの母が実のモーセの母だっていうふうなことを知らないで、おそらく乳母として雇ったわけですが、そういう中にあってお母さんは密かにやっぱりモーセに教えたんですよ。お前はヘブル人の子供なんだというふうなことね。それで、モーセはエジプトの王宮で英才教育受けて、もう栄養状態も良くてエリートとして育てられましたけれども、自分はヘブル人だというようなことを知っている。もうですから40歳の時にそのヘブル人のイスラエルの民の一人がエジプトの役人から虐待されているのを見て、それでもう止めた、もうあんまり力強いからね、その役人が死んでしまったと、まあ、そういうふうなことがあって彼は逃げていかなきゃいけなくなったわけです。最初に自分の力で解放しようと、まあ、そういうふうに思っていたら、まあ、それは失敗に終わってしまったというわけですね。まあ、そういう人生なんですよ。で、モーセはイスラエルの民と共に生きるっていうふうなことを選択したわけですけれども、失敗したの、ね。そういうことってね、皆さん人生であるね。神の御心だと間違いないっていうふうに思って行ったんだけれども、いやそれって自分の力でやろうとしていたというふうなところがあって、うまくいかないと。そこからだからもうあと離れて、ああもう私の人生はもうこれで終わりだと、ね、それでもうあとはもう静かに余生を送りましょうというふうにモーセはもう完全にもう諦めたんですよ。でもそのさらに40年後に神様と出会うんだよね。そして神はモーセを選んで、そしてあなたがエジプトからイスラエルの民を解放しなさいという、とっても無理、ね、今の若者だったらね、無理ってこういうふうなね、無理ってまあこういうふうなことを言うでしょうね。でも彼はその神様の言葉に聞き従って、そしてその神様の力をいただいて、その民をねエジプトから解放するというふうな偉業を成し遂げるというわけです。で彼は偉大なリーダーというふうになって、イスラエルの民を今ずっと導いたというわけですね。で3人目が、ヨシュアですね。ヨシュアはリーダーでありモーセの付き人 でしたから、良きフォロワーというふうなことも言えます。で彼は40年のアラノの生活の後、モーセの後継者として、任命されるんですね。そして一番のハイライトは、
エリコの町を陥落させるというふうなことですけれども、難攻不落のエリコの町、皆さんこれ後でね、ヨシュア記の6章を読んでみてくださいよ。町の周囲をね、1日に1回何にも言わないで祭司が角笛吹いて、それで1回回りなさいと、次の日も回りなさいと、これ6日間続けなさいと、そして7日目は7回回ってワンとフェルとかそういうことじゃないのよ、7回回って時の声をわーっと上げると、その難攻不落のエリコの城壁が崩れる、まあ、そういうふうな、ことを神様から言われまして、その通りにやるんですよ。でこれどういうふうなことかというと、経験や常識にとらわれないで神の言葉だからお従いいたします。さっき言いましたでしょ、量子コンピューターっていうのはね、量子もつれっていうふうな現象があって、0と1、ね、右か左、行くか行かないかっていうふうに2つに分けられるんじゃなくて、行くも行かないもあるよ、ねね、生きるも死ぬも両方同じなんだよっていうふうなこと、さっぱり分かんない、でもそういうもんだっていうふうに受け入れて、その通りにやることによって神様の力っていうふうなものを、これを見せていただくというわけですね。でこれがヨシュアなんですよ。ですからモーセの両親、モーセ、ヨシュアと、ね、全員もう神の御言葉に聞いて、そして、自分の身の危険、子供の危険、命の危険というふうなことも耐えなければならないけれども、神様が正しい、こちらの方が真理だ、ね、その時はまだ確信、ね、事実としては見えてないのよ、でもで選択して進んでいった結果、確かに神様の祝福というふうなものを得たというふうな例なんですね。でこれがさらにこう最後の4番目のラハブというふうな人なんかはね、まあ、これは本当によくやったな、この人すごいなというふうに思います。遊女ラハブというふうに書いてあります。で聖書って言いますのは公の席で読まれるっていうふうなことを前提として訳されているので、それで婉曲な表現使ってるんですね。ですから本当言うと、こうはっきりはっきり言いますと、夜の街の大人のお店の女性ですよ、ね、あの鬼滅の刃はっていうアニメでは最近遊郭編っていうふうなのが出てますからね、あもう言っちゃってもいいのかなっていうふうに思いますけれども、まあ、そういうふうなところで性風俗産業、まあ、そういうふうな女性だというふうなことなわけです。でこのヨシュアがそのエリコの町を攻略するために2人のスパイを送るんですわ、ね、見てこいと。でこの2人のスパイがね、なんとこの遊女ラハブの家に泊まるんですよ。なんでわざわざっていうふうに思いますけど、いや私これはね理にかなったことだなと思いますね。と言いますのは、かつてねその遊郭があった時代、米沢にもあったんです。でこの警察をね退職した方にお話をお聞きしたことがあったんですが、新任の時1年目の時にその遊郭のところに朝午前中週に 2,3 回行かせられる、でそれが仕事だったってことです。警備ですか、違う違う、それはそこにねやり手ばあさんっていうのがいて、ね、女の子をね、はいあなたはこっち、あなたはこっちっていうふうにこうあちこちにやるっていうので、やり手ばあさん、やり手おばさんっていうのがその昔いたんですよ。テキパキと仕事を采配する人ね、こっからあの人やり手だなっていうふうな言葉が生まれたわけですけれども、そのおばさんと お茶飲み話を午前中2時間3時間延々として帰ってくるっていう仕事だったんです。へえっていうふうに思って、なんでそんなのがねって聞きましたら、いや情報を得るためなんていうの、そういうほら世界っていうのは裏情報がねいっぱい入ってきますから、それでその犯罪者がそういうとここう潜むんだって。そうするとね、男って言いますのはもう単純なものでね、ほっとするとね、気あそこで気緩むんだって。そこの女性にねポロッと本当のこと言っちゃうんだって、ね、あの3億円盗んだの俺だとかってこういうふうにね、そういうふうに言っちゃうんだってよ、ね、嘘でしょ、いやいや本当だ、あまあ冗談なんて言いながらほのめかすんだって。でそういう情報を警察がキャッチして、事前にキャッチして、逮捕って言いますかね、まあ、そういうふうなところに当てるって、これ本当の話ですよ。だからその2人のスパイもそこに入って情報収集っていうふうなものをしたんですね。でラハブはね、そういう夜の街の女の人ですから、もう男を見る目は確かですよ、ね、それは聖書に書いてないよ、男を見る目は確かにあったなんて書いてないよ。
あくまでも丸山説だからね。ね。ね、でもね、間違いないかもしれませんね、そういうふうに思う、そのさっきの警察の人の話からするとね、間違いないよ、この海線山線のやり手おばさんのもう男を見る目確かだと、ね、そしてその遊女ラハブもそうだったに違いない、だこの人たちは違うと、ね、見て分かったんだ ね。それでいろんな噂も聞いてる、イスラエルの民族は航海を渡ってきたんだってと、それからすごい神様がいて戦をしてもあちこちの王様倒してきたんだってと、まあ、そういうふうなことで絶対こっちだと、ね、それでそのラハブとその一族は助かるんですよ、エリコの町の中でね、まあ、そういうふうな、ここまでが下ごしらえ、料理で言えば、じゃあここからいよいよ調理に入ります、ね、ここまでが下ごしらえよ、ね、でこういうふうにして、苦難の中を突き進んで忍耐が必要だっていうふうな時に、まあ、リーダータイプのあなた、あるいはいやいや先を切り開いていくよりも協力して後々ついていくってフォロワータイプだなというふうに思う人、まあ、いろいろですが、まず2番のところでまずリーダーの方からいきます。リーダーのあり方というふうなことですけれども、ここで言うリーダーって言いますのはバンバン前向きにやっていく社長さんというよりはもう先が見える、もう自分でも体験しているのでね、先が見えるので後についていく、来るフォロワーの人たちにここは危ないから避けなさいとか、こっちの方進みなさい、ここはつまずきますよっていうふうに導いていく人ね、まあ、英語でリードっていうのは導くというふうな意味ですから、まあ、その意味の通りでありますが、リーダーのあり方の一番目は何かっていうふうに言いますと、これは恐れに対処するっていうふうなことです。恐れに対処する。でリーダーの仕事は一番大事な仕事は決断するというふうなことです。もうあっちに行く、こっちに行く、もう決めるですね。もうこの方向っていうふうに決めます。東なら東っていうふうに決めて、行くんですね。で、他の人たちが本当に大丈夫ですかっていうふうに言っても、いや東って決めたんだから行きますっていうふうにして決めるんですよ。で、決められない人の人生ありさまっていうのは、風船膨らますでしょ皆さん。って吹いて、でこの口をこういうふうに閉じないでね、パッと離したらどうなるか、どうなります皆さん、風船ってこういうふうに言って最後にパタッっていうふうに落ちますよね。あれがね、方向決められない人のありさまですよ。ああなっちゃうんです。だからリーダーは決断してね、決める、こっち。そうすると決めるとどうなるかっていうと、どのリーダーも恐れを体験します。これは全員恐怖っていうふうなものを体験します。本当にこれでいいのかっていうふうなものは必ず来るんですよ、ね、でだからリーダーはね、恐れを乗り越えたり恐れを処理するっていうふうな、ことが必要だね、これはね。で恐れって言いますのはよくリスクを取るというふうに言いますけれども、リスクっていうのは危険っていうことではないんですね。あれ本当の意味はね、不確実性というふうな意味です。ですからリスクを犯すっていうとなんか危ない橋渡るように思いますけれども、そうじゃないんですよね。本当にどうなるかわからない、どっちに転ぶかわからない。例えば株を買うと、それで大損してしまうこともあるし、大儲けすることもあるしっていうね、全然そのはっきり結果がわからない。でも今皆さん預金預けておけば 0.00何%の本当の利息しか、わずかな利息しかつかないけれども、まず減ることはないという、これ確実ですよね。だからリスクを取るっていうのは不確実性の方に足を踏み入れる、選択していくっていうふうなことなんですね。まあ、だからどうなるかわからないのよ。でもそういう恐れっていうふうなものを、もうこれを体験し、これを乗り越えていくっていうのが、これはリーダーの仕事ですね。でその時にもう一つね、それはね、不安になりますよ。あなたがリーダーとして生きていく時に、本当にどうしたらいいだろうっていうふうに思いますね。でなんで不安になるのかっていうのは、これは脳科学的にもはっきり解明されています。なぜ不安になるのか、それは脳内物質のノルアドレナリンというのが出るからだって言うんですね。ノルアドレナリンっていう、またわけのわからない話ですね。でもとにかく出てるんだって、ね、でそうするとどういうふうになるかって言いますと、ストレスを感じるでしょ。そうするとその時にそういうものがぶわーっと脳の中でこう出てきて、ストレス感じた時に戦うか逃げるか、ね、
そうするともうこのね、もう戦うなら前に行く、逃げるんだったらもうね、もう引っ込むっていう風なエネルギーを貯める、そのガソリンがコン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 って注入されるのが、あれがそれがノルアドレナリンだって言うんですよ。だからあれはね、不安を感じるってのは皆さんね、今すぐ行動せよっていうサインなんですよ。今すぐ行動せよ、ね、だから目の前に大変な出来事があるっていうふうにキャッチするので、それでだから不安になる。どうなるんだって不安になる。そうすると脳内物質のそのアドレナリンというのが出て、すぐ動けるように体が準備されると、ね、それで逃げるかやっつけるかっていうふうなことをやるわけですね。だから恐れをなくすために不安っていうのが出てくるんですよ皆さん。不安はね、恐れを解消するためのエネルギーなんです、実を言うと。だから一番不安に対処するのに良くないのは、ね、どうしたらいいよ、どうしたらいい、どうしたらいいっていうふうに一晩中布団の中でうずくまって何にもしないっていうのが、これが一番良くない、うん、不安な時ででもそういうふうにするね、どうしようどうしようっていうふうに思いますけれども、何にもならない。むしろそのガソリンを消費するというふうなことで、この不安というふうなものが消えていきます。ですから、ああこれは神様何かやれっていうふうなことなのねと、ね、ということで、だから決断して、そしてもうまず行動するっていうのが、これがリーダーの仕事というふうなわけなんですね。でその時にいい加減にね、じゃあもう手っ取り早く何でもいいからやっちゃえっていうのではうまくないので、正しい選択、これは2番のその B のところになりますけれども、正しい選択をクリスチャンというのはするわけです。それは神様を、全能の神を正しく理解するというふうなことによって、正しい選択っていうふうなものがなされていって、行動を行うことによって不安は消えて、やがて恐れにも対処することができるようになっていくと、そういうふうなわけなんですね。神を信頼して生きていく、ね、それは一体どういうことか。それはそのようにあなたが決断して行動していくときに、その訓練体験というふうなものが積まれていきます。いや、自分の力でなくて、これは神様の力で やるべきなんだなとか、あるいはこれは神様の力でやるっていうのはきっとこういうことなんだなっていうふうなことを体験していくんですよ。でモーセはそういうふうなものでありました。彼は先ほども申し上げましたけれども、40歳の時に自分の力でもってイスラエルの民をエジプトから解放しようとした。しかし失敗して自身を喪失してアラノに逃げていったというわけです。でも神様が80歳の時に彼を選んだんですよね。それによって私は神様から選ばれたものなんだという、なんかこう高ぶってというふうなことではなくて、このような力のない無力なものが神から選ばれて生かされているのだという、そういうセルフイメージね、これでもって生きていくっていうのが、これが正しい選択につながっていきます。私の例を申し上げますとね、私高校のカウンセラーしてるんです。そうするとやっぱりね、私はスクールカウンセラーだっていうのがね、パッと意識働く時あるね。冬だったんですけど、ゴミ捨てに行ったんですよ、ね、普通の格好ですよ。スクールカウンセラーの時はネクタイちゃんと締めていきますけど、背広着て。ゴミ捨ての時そんなネクタイ締めていかないですから、女もこんな風な感じでね、うさむうさむなんて言いながら行ったんです。そうしたらその朝のもうね、もう8時まで出さなきゃいけないからっていうんで、そのギリギリくらいまで行った時に、私の脇をスーッと雪の中を自転車で行くね、高校生がいたのよ、ね、あんだ急いでいるにして危ないなっていうふうに思いました。そうしたら案の定、もう車がねギューッと曲がってくるのに対して、それでやっぱブレーキかけ損なったんだろうね。ザザザザーンと高校生ね、自転車絡み転んでしまった。ぶつかったわけじゃないのよ、事前にザザーンって転んじゃったのよ。まあそれで私もちょうど目撃してましたから、ゴミはそっちのけにして、まあ、それで車の運転手さんとそのね、ってこういうふうに話して、
それで、まあ大丈夫、何も怪我がないし、私ちゃんと見てましたと、ぶつかったわけではありませんと、ね、で本人も確認して大丈夫だというふうなことで、そしたらね、普通のおじさんだったら、よかったねんじゃねえって言って、なるべく関わりは持たないようにして、もう行くんだろうけど、やっぱスクールカウンセラーっていうのがあるから、ね、だから君どこの高校ってこういうね、やっぱ聞くのよ、でどこそこ高校ですって、ああそうかと、ね、幸い私はそこの学校 その保健の先生知ってました。ですから、ああそうか、じゃあ何々先生だねと、じゃあ私ね、保健室の方に連絡しとくから、必ず学校に行ったら、そういうわけで保健室行きなさいよと、今痛くなくても後で痛くなるかもしれないから、そういうふうに行きなさいよと、ね、はい分かりましたということで、だーとこうね、で私もだからゴミ持ってって家帰ってきて、そしてすぐ学校電話しましたよ、ああお久しぶりです何々先生と、そういうわけでこういうふうなことがありましたので、ぜひ生徒さんのお名前何々というふうな方ですので、まあぜひどうぞケアなさってくださいと、ね、それはもう一瞬のうちにパッと働くのよ。でそれはやっぱりそういうセルフイメージ、自分というものはこういうふうなものであると、それがあなたの行動を決めるの、ね、だから神様から選ばれて神様から信頼されているものだから、やはり信頼に値するそのような行動をとっていこうというふうにして、正しい選択ってそうやってできる。私がもし自分の得だけ考えていたら見て見ぬふりですよ、ね、あ大丈夫みたいだからいいんだっていうふうにして、面倒になったら困る、でもね、それは正しい選択ではないですよね。正しい選択っていうのはやっぱりこう神様から選ばれて神様から信頼されている、そしてこの命、私の命というのは神の子のイエス・キリストを私の罪のために身代わりするほど、この私というのは尊い存在として見られているんだと。自分の感覚としてはあれもできないし、もうこれも不十分だし、もうあれも売っちゃったまんま何年もね経ってるし、はあ、全くもうね10年20年経ってもさっぱり変わり真似がしない、ダメな自分だなって、こういうふうな感覚であったとしてもね、でも神の言葉が真理なのですから、ですからその真理の方に合わせていくんですよ。それを受け入れて、そういうものだと、ね、ゼロか1かではないんだ、ゼロも1も両方あるっていう世界の中に私は生かされているんだ、ね、そうすると何万年もかかる計算がもう何時間なさっというふうにいくように、神様の力っていうのを体験するんですね。さあということで、歴史的な学びというふうなものは、じゃあ現代に生きる私たちはどういうふうにここからこれを応用していったらいいのかというのが、その最後の3番目の牧師と信徒の関係というふうなところですね。忍耐が必要な今の時に、教会で牧師と信徒というふうなのは、関係は一体どうあるべきなのだろうかと、ここからどういうふうに学んでいったらいいのかということですが、まあ、これまあ私の学んだところと経験から申し上げましてね、一番 A のところですが、牧師の信仰レベル、まあ皆さんね、私ここで話させてもらってますけれども、私の信仰のレベル以上に皆さんが上がるっていうことはね、まあまずないね、ないなんてごめんなさいね、でもね考えにくいよそれは、うん、やっぱその教会の霊的レベルってね、やっぱり牧師のレベルが上がれば上がるよ、うん、でこの牧師を乗り越えるって方も現れますよ、現れてほしいと思う、そういう人がねどんどんねなってほしいと思う、でも、まあ、やっぱり見てるとね、牧師が成長した段階までだったら信徒を引き上げられるね、それはそうだと思う。例えば私はね、私がまあ例えば祈ってない牧師だとしたらね、皆さんに一応言葉で皆さん祈りなさいって言うけれども、先生毎日祈るの大変ですってなったら、それを励ますとかね、実態で受け止めるなんてできないです。あ、そういうことだねってね、なかなか祈れないもんだよね、まあそういうこともあるよねぐらいでごまかして終わりですよ。でも例えば私は自分の家内奥さんと毎日手を合わせ、手を握ってお祈りしてます。これはもうずっと続けています。ですからいろんなご夫婦の問題があるときに、ね、まずね一緒に手を握ってね、手を合わせて、そしてお祈りしてごらんなさい、そうしたらねきっと何かが変わるからっていうふうにどっかで申し上げるんですよ。そうすると
いやそんなこの人と手を合わせ握って、なんてこういうふうな方もね時々いらっしゃるのよ、ね、でそうするともし私がほら実態がなければああそうですよね照れますよねなんてこういうふうにして終わりますよ。でもほらもうそういうやってるからね、あまあそう思われるかもしれませんけれども必ず神様は何らかの形で、ね、あなたの祈りに応えてくださいますから、ですからまずそこから第一歩強制するというわけではありませんけれども、そうやってご夫婦が心を合わせて思いを一致させて、ね、そして一つのためにお子さんのためにあるいは家庭の経済のために、ね、まず祈るというふうなこと、ね、まあ、それをまず始めていきましょうって言って私は一歩も引かないわけ、うん、だってそういう確信と実態あるから、ね、もうこれはもう神様が与えてくださったものですよ。まあ、ですからやっぱりそこまでずっと行く ね、 そしてねその牧師にとって必要なことは何かというとそこに、ありますけれども一括弧、ここのところは吉脇のちょっと視力が今ちょっとあんまりね良くないのでねちょっとね吉脇の5章の15節こうあります。あなたの足の靴を脱ぎなさい、あなたが立っているところは聖なるところであると。牧師がねえらいこと言ってますけど牧師はねだから要求されることは神様に完全に明け渡しているということです。神に完全に明け渡す、この靴を脱ぐということは神様に主権を渡すということです。自分の思い通りにしないっていうそういうことです。神の御言葉に聞き従うっていうそういうふうなことですね。ですからカットしましたけれどもお渡しいたしましたという霊的リーダーがいるとそのところまで教会員は引っ張られていきます、まあ、これはだから私が、こちら側 ね、で皆さんは ね、ほらあの牧師あの霊的レベル上げろってこういうふうにするのはね、まあ、そういうふうなことではなくてじゃ あのどういうふうにしたらいいかというと牧師が全部明け渡すことができますようにというふうに日々祈るというのがこれがあの信徒教会員の方々の務めです、まあ、そういうふうにあのやっていきますとねいい教会になりますよ。相互の関係 B のところにこういうふうに書いてますがまず1括弧牧師は良い羊飼いとして信徒に仕える、ね、明け渡した牧師は何のためにそこに存在するのか、それは教会員のため教会員に仕えていくということですね。ヨハネの10章の11節、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、これをやるということですね。そして2括弧信徒は牧師のために祈る、でローマの15章の30節に私のために神に祈ってほしいというふうにありますけれども、ですからあの牧師が信徒のためにねもう命を懸けて仕えよくお世話をし祈り、そうすると牧師、信徒の方が祈り、そして、牧師先生のために祈っていこうと、だこういう教会は祝福されますよ。反対考えると分かりますでしょ。反対考えたらね信徒がね牧師の悪口ばっかり言ってて、ね、そしてもう牧師の方が信徒の方を批判するなんて、そんな教会誰も来るはずがない、ね、神の祝福が及ばないですよね。その点ね神に明け渡すっていうふうなことでマザー・テレサのお話を最後にいたしますけれども、マザー・テレサは今死にゆく人たちに命の尊厳をそれでお葬式をしてあげるというふうなことでノーベル平和賞これをいただいたわけですが、いっぱい批判あったの、あんなの焼け石に水と、一人二人助けたってね何万何ずっと困った人いるんだから、国とかいろんな政府機関を動かして何億何十億っていうそういうふうなお金で全員こうね多くの人を救うのがそっちの方が正しいでしょ、こういう批判はいろいろあったのよ。さすが神に明け渡した人の言葉は違いますね。マザー・テレサは何て言ったかと言いますと、この一人の人はキリストなんですと、でこのキリストは一人しかいないと、で私はこの人を愛することをやっているんだ、つまり私は人のために物事をやっているんではありませんよと、私は神を愛するという神のためにこれをやっているんです、だから全然揺らがないのよ、全然揺らがない、逆に全世界の人たちから素晴らしいというふうに認められて、それでまあノーベル賞をもらったというわけなんですね。皆さんそうやってね
神に明け渡す、そして、祈っていく。で、今現実にはなんでこれが、でも神の御言葉ですからお従いしていきますと、そういうふうな時に豊かな祝福というふうなものがやってきますね。恐れや不安、これは神様があなたを動かそうとしておられる、まあそのように今日からあなたが恐れを感じた時、不安を感じた時にそのように思ってみてください。結果はいろいろ出てきますよ、ね、全部 100% うまくいくっていうわけではない。でも結果はどうあれ神様に明け渡して、そして与えられた目の前の出来事を一つ一つやっていくときに、これが神様の祝福だったのかという、そういう人生が切り開かれていきます。そんな一週間をね、ご一緒に送ってまいりましょう。それでは一言お祈りいたします。天の地なる神様、お一人お一人が神に明け渡し、そして神様、今目の前のことに全力を傾けていく。主よ、どうぞお一人お一人に不安が恐れがやってきたときに、しかしそれをすべてエネルギーに変えていく力を与えくださいますように。主イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。しばらく神の御声を聞くひとときを持ってまいりましょう。